はい、それでは今回はサーバー入門としてアーキテクチャの話をしていきたいと思います。今回は集約型、分散型と呼ばれる、そういったアーキテクチャ、要はサーバーの構成ですね。サーバーの構成についてお話ししていきたいと思います。それでは内容について移っていきましょう。大きく分けて2つ、集約型、いわゆる基幹系と呼ばれるもの、ホストとかって呼ばれるんですね。ホストとか、メインフレーム、汎用機っていうふうに呼ばれます。で、分割型はオープン型と呼ばれるものですね。オープン型って何でかっていうと、いろんな標準的な OS や、何ですかね、言語とかを利用するっていうと、オープンなものを利用するってことから、オープン系、でも分割型と呼ばれますね。要はこういうサーバーを何個かに分割しているので、分割型というわけです。それぞれ何かっていうと、基本的に一番重要なポイントは、この大型サーバーで全てを処理するか、もしくは小型サーバーを連結して構成するかの2つになります。で、この小型サーバーを連結する場合も垂直型とか水平型っていうのがあったりするんですけど、そのあたりもまたお話していきたいと思います。垂直型っていうのは、要は、要はですね、このクライアント、人の部分から一番重要なサーバーの部分までを何個か垂直に連結する。で、水平型に関しては、たくさんの部署が集中してアクセスすると困るんで、部署ごとにサーバーを分けるとか、そんな感じの分け方ですね。っていう感じで、分割型っていうのは分割方法がいくつかありますよという感じになります。で、それぞれの特徴ですけど、集約型、要は一つにまとめているので、何よりも一番簡単なのは構成がシンプルですね。一つのパソコンで全てを処理すればいいというところで。ただ、こいつが壊れると困るんで、結構冗長化と呼ばれる、壊れた時用の対策をしないといけないわけですね。ハードディスクをちょっと多めに積んだりとか、ネットワークを何個多めに契約したりとか、そういった状況が必要になってくるので、信頼性としてはすごいんですよ。要は Amazon のサーバーとか Google のサーバーが落ちないみたいなのが、要はこの、たくさん集約がされているからっていうところで、一方で、やっぱりコストとかはすごくかかりますよねと。めちゃくちゃ巨大なサーバーを作るのってやっぱしんどいんですね。小さいサーバーをたくさん作るのは別にいいんですよ。ネットワークにおいても、その遠く、なんですかね、なんですか、その部署の近くとかに置いてしまうとかもいいですし、スペース的な問題としても、空いてるスペースに置いてしまえばいいんですけど、ただ大型サーバーを置くってなると、やっぱ結構厳重な、重量もありますし、そうですね、連結させる上でやっぱりしんどいかな。そのサーバー内の通信っていうのも結構大変なので、その部分で一応ちょっとやっぱりコストがかかってくるかなというところですね。あと、拡張性としては、一回大きいサーバーダウンとしてしまうと、そこに少しずつ付け足すっていうのはちょっと難しいかなと思います。こっちの細々としたサーバー同士をこうつなげる場合は、要はサーバー同士のスペックっていうのは全然違っていてもいいんですよ。でも、どこかはボトルネックになる可能性はありますけど、それは問題ないと。で、そのサーバーにあんまり負荷をかけなければいいだけなんですけど、こういう大型サーバーを作ってしまうと、大体全部同じスペックの方がいいよねっていうスタンスになってくるので、ちょっとその後から細々変えるとかっていうのは難しいかなと思います。なので、目的がしっかりと決まっていて、このぐらいの性能が欲しいってなったら、でっかいやつをドンって買った方が、今後管理的なものも楽だと。一つのサーバーの OS だけを変えればいいとかで、今後の管理が楽になってくるかなと思います。っていうので、集約型は、基本的にその事前に分かっていれば、一番集約型が管理面では楽なので、ベストかなと思います。で、一方で分割型、今ずっと使われているのが、分割型もかなり多いです。何より安価であることですね。安く揃えれるっていうのは、やっぱりサーバー構成って言っても、だって5年以上使ったりするわけじゃないですか。そうなった時に、どれぐらいいるかっていうのはよくわかんないので、ちっちゃいやつをどんどんつなげていった方が、やっぱり初期投資は少ない方がいいですよね。そんな感じで安価で済むと。あと、拡張性として、サーバー後から細々としてポン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 つければいいので、その部分の拡張性もあるかなと思います。ただ一方、管理がめんどくさいっていうところがありますね。やっぱサーバー同士が通信してるので、要は OS もこの、それぞれのサーバーに入れたりしないといけないし、アプリケーションもそれぞれのサーバーで管理しないといけないわけですね。なんで、すごくめんどくさい。手間がどうしてもかかってくるというところですね。だから、サーバー管理の手間がかかるって結構しんどいので、そこはちょっと厳しい部分なんですけど、ではどうしても、初めが安価に済むから、仕方ないかなというところですね。で、一方で、あと、壊れた時の影響管理が難しいかなと思います。大きなサーバーが壊れたら、こいつが壊れたことはすぐ分かるじゃないですか。で、そうなった時に、こいつの、要はメンテナンスを注力すればいいんですけど、こうなった時にどれが壊れたか分からないと。通信で、あそことどっかと通信できてないけど、その経緯上で、要は今こうやってなった時に人が壊れた、
それぞれのサーバーにアクセスしてるからいいですけど、例えばこの左の人がいないとして、右の人がこの左のサーバーと通信したいってなったとか、このサーバー経由していくわけですね。こんな感じでサーバーを経由して別のサーバーにたどり着くって言った時に、通信ができないってなったら、どこのサーバーで壊れてるかってなんかやっぱ難しくなるんですね。判断が難しくなってくるので、まあそういった時の影響、そういった時に、まあどこはサーバーが壊れてるのかわからないっていうところで、まあやっぱり修理にちょっと時間かかるっていうところと、あとまあ壊れた時にどこまで影響するかわかんないっていうところですね。さっき言ったように、この大きいサーバーの時は冗長化させるって言いましたけど、小さいサーバーだともう冗長化させるのもめんどくさくなった時に、要は1箇所が壊れた時に、全部のサーバーが全部止まってしまったら、なんかせっかく小さくしてる意味ないわけですよね。なので、まあ、小さくサーバーを小さくして、このサーバーが壊れたらこのサーバーの部分だけ動かせなくなって、他のサーバーは生きているみたいな状態が一番理想なんですけど、まあ、そのあたりの管理もちょっと大変であるというところで、まあ、そのいろいろな部分、その管理しないといけない部分とか、その壊れた時の影響範囲とかを考えた時に、やっぱり構成が複雑になってくるっていうような特徴があります。はい、ということで、今回サーバー入門として集約型、分散型っていうのが、まあ、どんなものの特徴があるかっていう話をしました。まあ、イメージ的には本当にこんな、もう絵の通りです。大きいサーバーにみんながアクセスする、もしくは、分散型っていうのは小さいサーバーをこんな感じで連結させることによって、負荷を分散させたり、もしくは、まあ、そうですね、一番は負荷分散ですかね。で、サーバー同士の役割を分担させるとか、そういったことをしていますと。で、主要型に関しては大型サーバーで全てを処理して、分割型に関しては小型サーバーを連結して構成しますよと。普通の PC ガンガンつなげても、まあ、サーバーみたいな感じにはなります。で、分割型としては垂直型と水平型という、まあ、構成があって、まあ、これに関してはまた、後日お話しします。で、まあ、大型主要型の一番のいいところは構成がシンプルであって、まあ、信頼性も上がりますよと。まあ、信頼性が上がるのは信頼性を上げる仕組みを作ってるだけなんですけど、まあ、ハードディスクとか、まあ、大きい分その中で1つ積んであげれば、上場化されるので、まあ、それだけでも助かるかなと思います。で、まあ、コストとか拡張性に関してはやっぱり、まあ、次から突き足すっていうのはやっぱり、まあ、大きい分しんどいというところと、まあ、拡張性としてはやっぱり、まあ、こんだけ大きいサーバーで、揃えた GPU とか白い CPU とか全部積んでるわけですよね。その中に別の CPU 紛れ込ますっていうのはやっぱちょっと、良くないかなと思いますね。まあ、気持ち悪さもありますよね。で、やっぱ分割型に関しては安価で拡張性がありますよと。まあ、今後もサーバーをいくつかつなげて、それぞれに、まあ、機能を持たせているような感じなので、今後、何かそのサーバーとして追加したいってなった時、データベースのサーバーを少しずつ追加したいってなった時も、別につなげてしまえば全然大丈夫ですよと。ただ一応、まあ、管理がめんどくさいですよと。やっぱサーバーが多い分その分管理しないといけない。OS やアプリケーションもアップデートしないといけないというところで管理がめんどくさいですよと。で、ただ、まあ、あと壊れた時の影響管理が難しいですよというところですね。まあ、何か壊れた時に、まあ、どこが壊れたかっていうところは分かりにくいっていうのがまず一つと、壊れた時に他のサーバーも動いてほしいんですけど、まあ、そこをちゃんと遮断できるかっていうところですね。なので、まあ、そういった部分いろいろ考えたときに複雑な構成順になってきますよというところがあります。ただ一方でやっぱり、まあ、分割型が一番、多いと思います。クライアントサーバー型とか、まあ、そういった感じでサーバーをいくつか作って、まあ、クライアントサーバーは違うか、サーバー1個かな。まあ、アプリケーションサーバーとかデータベースサーバーとか、そんな感じで、まあ、サーバーを分けるのは割と一般的だと思いますので、まあ、基本的にこの形です。なので、まあ、サーバーっていうのはイメージ的にやっぱりこの、みんなが集約しているのがイメージなんですけど、まあ、そうですね、まあ、サイトとか見せるときは、まあ、やっぱりデータベースサーバーとかから取ってくるような感じなので、まあ、こういったその連結していくサーバーっていうのが、まあ、少しずつ増えていく、複雑なんだけど、まあ、ちょっとある程度知っておいた方がいいっていうことだけ理解していただけるといいかなと思います。ということで、サーバー入門アーキテクチャとして集約型分散型のアーキテクチャについてお話ししました。次回は分散型の、垂直型、水平型についてお話していきたいと思いますので、そちらもご覧いただければ幸いです。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。